ロマン・バレンチノビチコピンは、ロシアの政治家、畜知事、治官区知事。1974年3月5日コストロマに生まれる。1994年ニジニノブゴロド地域、青年主導センター副監督。1995年から法務局検査官としてコストロマ税官の検査に当たった。1996年ボルゴブヤとか国家公務員アカデミーを修了する。 また、SBS アグロ社コストロマ支店に勤務した。1999年、畜地自治管区政府顧問に任命される。2001年、チャウンスキー地区,区長。2003年、ビリビンスキー地区,区長にそれぞれ選出された。2008年4月、畜地自治管区副知事兼産業農業政策部長に任命され、産業、エネルギー、建設、運輸、農業、 商業など広範な政策分野を担当した。2008年7月3日、ロマン・アブラモビッチが知事を辞すると、知事代行となる。同年7月11日、知事に任命され、7月13日議会によって、承認された。与党統一ロシアの熟地政治評議会メンバー。私生活では、夫人との間に一難がいる。ありがとうございます。